はい、どうも、リアルバッキョウです。そして、バルくんでーす。さて、今日はどこに行くんですか？ハウステンボス。あ、そうですね。今日はハウステンボス。そう。佐世保旅行に今日からスタートです。それでは、行きましょう。ゴー！お、すごいな、力強いな。重たくない？うん、重たくない。重たくないの、すごいね。全然重たくない。荷物でかいよはい、ホテルの部屋はこんな感じです。りょうくん、どんな感じ？とベッドはどうですか？ふかふか？あ、いいですか、よかったよかった。結構ね、広い感じですね。ベッドが2つあって、そしてここに椅子がありますね。で、あとクローゼットがあって、あとはね、ユニットバスがあるという感じです。今ハウステンボスに来ました。ね、今向かってますね。さあ、この橋を渡ったらハウステンボスですよ。あれはホテルかな。はい、ハウステンボスにやってきました。さあ、ルー君、今から何する？ハウステンボスで、お船に乗るか、まずな、お船に乗ってちょっとね、あのハウステンボス内を散策したいと思います。それでは行きましょう。ゴー。さあ、ハルくんはどこだ？あ？ハルくん、何買ったの？白熊ちゃん。白熊ちゃんと、そしてあとは？花冠。あ、花冠か。いいね。じゃあ次は船に乗るかな。はい、これよりこの船にね、乗っていきたいと思います。はい、こんな感じでね、船で移動できます。いや、景色がね、めちゃくちゃ綺麗ですね。いや、いいな、これだけでね、ちょっとね、癒される。どう、あれからクルージングはどうですか？楽しい。楽しいね。いいね。綺麗だね。風景は何よりも。こちらはハーバータウンですね。そう、こんな感じでね。なんかワンピース店みたいになってますね。ちなみにね、僕はね、ワンピースはアラバスタ編までしか読んでません。そんな感じです。ちょっとね、小腹が空いたんでね、焼き鳥を食べたいと思います。ということでですね、おやつはね、この焼き鳥のささみと鶏もも2本って感じですね。まあ、ここに来てもね、タンパク質をしっかりと摂取するという、そういう感じですよ。筋肉の分解はね、やっぱり下げたいんで。熱い、食べたい。熱、あ、うまい。熱いの食べたい。どうも、うまい。はるくん、パパの鶏もも肉は美味しいですか？うん、ちょっと食べてみせて。食べてる。はい、これよりですね、はるくんが推しているなんかバンドのライブを見に行きますね。名前は何つったっけよくわかんないですけどね、ライブあるらしいんですよ。では行きましょう。行こう。今時期的にチューリップがね、咲いてますね。ちなみにこれはね、ハウステンボスという銘柄のね、チューリップらしいです。めちゃくちゃ綺麗ですね。はい、フロントポーズ。お、いいね。それ、なん、筋肉ポーズ、かっこいいな。わー、いいね。今度じゃあ後ろ背中のポーズだ。お、いいね、背中のポーズ。なんだそれこのサーシャバンドというね、ウクライナの方のバンドを見に今日はね、あのハウステンボスに来たようなもんです。はい、なぜかね、バル君が好きなんですよね。
このサーシャバンドをね。デジタルで映し出されてるんですけど、綺麗ですね。いい感じ。一回嫌い？怖いだって。怖いのか。なんだこれ。すごいね。すごい。あ、ほら、バンド。うわ、すごい。お、すごいな、これ。すごいね、反応するの。すごいね、ハルくん。さあ、だいぶ暗くなってきましたね。ライトアップされてきましたよ。タルーク行こうか。さあ、こっからどこに行こうかな。あとはご飯食べようかね。ご飯食べに行こう。さあ、夕食は地中海料理のお店メルマールさん。はい、夕食はパエリアです。美味しそうですね。いただきます。さあ食べていきましょう。まずはこのムール貝を取って、うん、うめえな。そしてライスもさっきレモンかけてる。うん、いや、最高の夕食です。パパ、パパ、タンバ。タンバ？はい、ということで。ホテルの部屋に帰ってきました。まあ、これで今日は終了という感じですかね。マル君、帰りには何買った？まずは、これはなんだ、これでかいな。これ何入ってるの？ちょっと待って。よいしょ。何入ってる？ほら。熊です。あ、熊が入ってた。熊のぬいぐるみが入ってましたね。でかいな、これ。ガチャガチャ。そして、あとは、ああ、電車のね。買ったの。電車サニック、ね、サニックを買ったわけですね。うん、なるほど。いや、今日も一日楽しんだね。ということで本日の動画はここまでですね。皆さんまた多分ね、次回も佐世保編が続くと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイ、じゃあね、じゃあね、バイバイ。はい、あー、花かんぶりチャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。この動画も見てね。バイバイ。バイバイ。だから。